第56回 NHK 紅白歌合戦は2005年12月31日に NHK ホールで行われた通算56回目の NHK 紅白歌合戦。19時20分23時45分に生放送された双方向対応番組。この回は戦後60年にあたってスキウタ紅白みんなでアンケートが実施された。国内向けには 総合テレビ BS2 武士ラジオ第一放送。海外向けには NHK ワールドプレミアム及び NHK ワールドラジオ日本。NHK ワールドプレミアムでは翌2006年1月1日の7時20分11時50分に再放送が行われた。審査の集計方法が大きく見直され、会場審査、デジタルテレビ、 携帯電話を含めた全審査員の投票数すべてをそのまま反映するようになった。これは前回の赤組優勝に苦情が寄せられたことや不祥事に伴う信頼回復策の一環として視聴者の意見を重視してイメージアップを図ることが目的だったという。なお、会場での審査には専用の紅白の内輪のうち勝ったと思われる方をステージ上のレーダーに向ける。 ポップジャムでのブレイクレーダーの方式が用いられた。内輪を用いる審査は第53回以来3年ぶりであったが、内輪はブレイクレーダーに反応するよう加工が施してある。また、今回から NHK 番組制作局長が務めていた審査、委員長は撤廃となった。投票の結果、28,884対23,414。 白組が優勝し、通算赤組28勝、白組28勝のタイとなった。なお、ゲスト審査員の投票は6対4で赤組が優勢。前回まで NHK の放送総局長が司会者に優勝旗を渡すのが恒例だったが、今回は美濃が山本に優勝旗を渡した。元 NHK 会長の海老沢克次による NHK 職を強めたいとの強い意向により、 ここ4年間 NHK アナウンサーで司会人が固められていたが、エビサワがこの年 NHK 会長を辞任したこともあり、今回より第51回以前と同じく NHK アナウンサー以外も務める体制に戻った。ミノは NHK 地上波での初司会。ミノは当時61歳で、これは紅白における男性司会者の最年長記録かつ史上初の60代男性による、 司会となった。養部脊中間協作症を押しての出演で、本校博終了後に一時入院生活に入った。仲間については、スポーツ日本によると、番組側は当初ゲスト審査員起用も考えたが、好感度の高さから司会での起用に踏み切ったという。今回は司会者に関して、初めて区別を設けないことになったが、事実上は赤組司会を仲間、白組司会を 山本総合司会を見の進行を山根が担当した。翌年の第57回以降は再び司会ポストが分かれる体制に戻った。また11月17日に見のと山根12月8日に仲間と山本の起用をそれぞれ発表する形だった。司会者を分けて発表したことについて第一陣の発表時に芸能番組センター部長の茂木秀樹が本当は 今日一回で発表したかったが、交渉の関係で発表が間に合わなかったと話した。また、従来の組司会、総合司会の形態を変えた理由について、モテギは世代間の対話を大事にしたい。今までの紅白の対立構造に無理があると考えた、と説明した。ミノはリハーサル時に進行の方針をめぐって、スタッフと対立していたことが表沙汰となった。 ミノ本人は、紅白終了後の会見で、満足度は10%。大不満、もう少し演出の方法があるね。曲紹介に主眼を置く NHK と自分には、愛入れないものがあった。尊敬する宮田明さんがやっていた、ふるさとの歌祭りみたいなのをやりたいねとのコメントをし、NHK と決別宣言をした。ミノは翌年司会続投に意欲を見せる発言を行ったが、 選出ならず。ミノの司会担当は今回限りとなっている。スポーツ放置、日刊スポーツ、スポーツ日本、産経スポーツ、ザックザックが揃って11月17日付において仲間の司会起用が有力であると報じていた。さらに、スポーツ放置、日刊スポーツ、産経スポーツ、ザックザックはスマップの中井雅宏の司会起用の可能性があると、 指定との人選について、曲穴を含めて検討中とした。その後、日刊スポーツ、デイリースポーツが揃って12月8日付において、仲間、山本の起用を報じた。東京スポーツ、現代、ネットによると中江については、司会の打診を辞退したとされる。その他、この年秋には、週刊現代が、本紅白の司会候補に、 船越英一郎が上がっていると報じていた。今回以降、第58回を除き、大河ドラマか、連続テレビ小説のヒロイン予定者、経験者の女優が司会に起用されている。この年ブレイクした、レーザーラモン HG のゲスト出演の可能性が、各所で報じられたが、実現しなかった。放送日の12月31日の夜、TBS とフジテレビでは、高い視聴率が見込める。 格闘技の特別番組を用意し、日本テレビやテレビ朝日も各自特別番組を編成して紅白に対抗した。また例年、年忘れ日本の歌を放送しているテレビ東京は、紅白の開始時間である19時20分前後に、松平健の松健サンバーアイ3のメドレーを放送した。視聴率競争のさらなる激化が予想された中で、司会の実のモンタは、 視聴率65%、最低でも50%と意欲を見せていたが、結果は一部が35.4%、二部が42.9%で、前年を4.6%、3.6%上回った。最後の紅白得点結果発表で、瞬間最高視聴率50.1%を記録した。例年史上最低を更新する状況にこそ、 歯止めがかかったものの、目標として65%にははるかに及ばず、ミノは自分の比力を嘆いていますとのコメントを発表した。また、視聴率は、フジテレビ、プライド男祭り2005が17.0%、TBS、K1 プレミアム2005ダイナマイトが14.8%などとなった。過去2年間翌年2月に総合テレビで行われていた再放送は、 2006年トリノオリンピック中心で編成が組まれていたため行われなかった。日韓スポーツ2005年11月17日付、スケジュールの都合が合わなかったため、公式ファイクラブのカウントダウンライブに出演するため、スケジュールの都合が合わなかったため、東欧日報2005年12月1日付、 勇敢フジよりハット h t t p コロンスラッシュスラッシュ gforum.jp スラッシュニューススラッシュディテールスラッシュ3908東京中日スポーツ2005年12月14日付け後藤巻後藤巻松浦彩デ f デーバ翌年の第57回には GAM として出場そしてこれ以降出場はしていない スポーツ放置2010年12月25日付には、第57回第60回は中井が司会だったため、スマップの白組取りがなかったと書かれている。並びに、中井学未司会兼任の会ではスマップが白組取りを務めることができないとも取れる内容の見解も示されている。紅白における親子の同一極道自歌唱は史上初、2006年から2008年は、 前川清クール5として出場している。また細川はこの年の大河ドラマ、吉常にも、平重平役で出演していた。産経スポーツ2006年1月の報道、郷田道人、紅白歌合戦の舞台裏、スポーツ放置2006年1月1日付第56回、NHK 紅白歌合戦のリハーサル現場から、レポートファイオレベブ、 2018年11月15日、閲覧。前回はお茶の間デジタル審査員の票は42,108対26,929で、白組が圧倒的であったが、特別審査員の多くが赤組に投票したため、赤組が8対5で優勝という事例が発生。視聴者病を覆した結果に視聴者、マスコミから批判の声が上がっていた。ちなみに、 第67回でも同様の理由で批判が起きている。ミノの本紅白以前の NHK 出演は1985年8月20日12月6日放送の昼のプレゼントにゲストとしての出演。1997年3月21日放送の BS2 ウィークエンドスペシャル。1999年7月25日放送の BS2 今さら聞けないあなたのための NHK 流行講座2002年10月放送の私は諦めないのみスポーツ放置2005年11月18日付同じくスポーツ放置2005年11月18日付 3K スポーツ2005年12月30日付日刊スポーツ2006年1月1日テレ朝芸能特報2006年1月1日詳細は 第57回 NHK 紅白歌合戦の校を参照。船越英一郎を紅白歌合戦司会に抜擢の分け母である森山良子のサポートとして参加。キューティーハニー、バタフライのメドレー。狂った、果実、トークで奇跡を聞きながらのメドレー。何度でも、優しいキスをしてのメドレー。ザックザック、スポーツ日本2005年12月12日付。 ありがとうございます。